去年の反省点と今年の抱負を、じゃあ歴来順でいきますか。歴なが来順なんだろう。リサチ、ねね、おじゅち、岩地なの順ですかね。にお願いします。去年の反省点なんですけど、シンプルカジュアルでピン企画をやらせてもらって、でカジュアルみたいな感じでキャラみたいなやらせてもらってるんですけど、はいはい、自分だけのカジュアル、自分にしか紹介できないようなカジュアルっていうんですか、コーデっていうのがちょっと自分ではちょっとよく分かってなくて、そういうのを今後見つけていけたらと思ってて、2023年は見つけられなくてピン企画をできてもすごい嬉しいことなんですけど、もっともっと頑張れるようになりたいなと思った、はい、私の抱負はカジュアルっていうのをさっき話したのをね、見つけることを頑張っていきたいです。2023年の反省点は、Qちゃんを見て周りの空気を読みすぎているなと感じたので、2024年はもっと自分を発信していきたいです。友達がなんか落ち込んでいたりして、それを相談に乗っていて、その後に投稿っていうのがあんまりできなかったので、毎日投稿を頑張りたいです。今年の抱負は、とにかく引き続きいろんなことに挑戦したいです。去年の反省は、 SNS のポージングや角度などが同じパターンになることが多かったので、今年はそれをしたらいいなと思っています。今年の抱負は表紙になりたいなと思っています。そのためには SNS を頑張ったり、もっと自分磨きを頑張っていこうと思います。反省点は、初めてのモデル活動でスタッフさんやモデルの皆さんにいろいろ教えてもらいながら、いろいろなことができたけど、自分のカラーが出し切れなかったので、2024年は出し切れるように頑張っていきたいです。2024年の頑張ることは、客室とか単独企画をやったことがないので、できるように頑張っていきたいです。はい、ありがとうございます。ちょっとこの中でQガルを引っ張っていきたいっていう意思を感じる子が、まあ言葉でも出てこなかった。この中で一番に引っ張ってくれる子っていうのがちょっとまだ出てないなっていう印象ですね。そういう点でどう、いっぱい引っ張ってくれたメンバーが、抜けていくので、これからで、どんどん私も来年中学1年になって、ちょっとまだ中学2年生とかもいるので、頼っちゃうっていうかにもなっちゃうんですけど、私も小学生をとか、うちの下の人たちを引っ張れるように頑張っていきたいと思いました。小夏ちゃんとかもちちゃんとかは、すごい上手に表情とかポージングとか SNS の投稿とかも頑張っていて、もっともっと頑張らなきゃいけないなって思うところがあって、そこも張っていけたらなと思います、はい、それを見て、子供たちがどんどん頑張って見習って引っ張っていけたら、中2の方々がどんどんすごいくて、卒業していったってとても不安なんですけど、やっぱり中2のもちちゃんとかこなすちゃんはインスタの投稿とか TikTok とか SNS を頑張ってて、私はまだまだなかなか投稿することが毎日できてないので、毎日投稿して知名度をどんどんたくさんの方に知ってもらえるように頑張りたいです。ねえねえは本人すごい真面目じゃないですか。Qガル愛もすごい伝わるし、 SNS とか現場でも一番ちょっと足りないなっていうのは積極性ですね。やっぱり今回のQガルのバトル企画あったじゃないですか。積極性とかみんなに絡みに行くっていう、一人でポツンといるんじゃなくて、コミュニケーションもちょっとこれから求めていきたいなと思うので、ちょっとそこら辺も頑張っていただきたいです。はい、頑張ります。ちょっとどっかが突き抜けてないなってイメージなので、自分の中でこれに特化したいとかってありますか？アナップガールさん、ウェブモデルが決まったので、アパレルのそういうお仕事を頑張っていきたいです。私は先輩の方々にしてもらったことを、今度は自分がみんなにしていきたいと思っていて、その先輩方たちのポージングや表情などを近くで見てきたので、それを今度は私が真似してやっていきたいなって思います。ちょっとまだファンがついてるイメージがなくて、アンケートもそうな、SNS とかももうちょっと工夫加えたり、他の伸びてる子たちの子を見て真似するとか真似したりとか、まずは SNS 面、自分の中でこのなかなか伸びないのはどういうところが、いつも前髪とかもちゃんとあんまり整えれてないかなって思うし、撮るところとか
あんまりないので、なんか同じところになってしまってるかなって、いろんなところに出かけてちゃんと鏡とか消しとかもいっぱい使って写真撮りたいます。キャラがないなって思ってるので、ちょっとブラウンディングっていうか、その自分の好きなことがちゃんと表現できてないと、あのファンにも伝わらないし、編集サイドにも全然伝わってこないので、自分の好きとかファッションセンスを磨いて、もうちょっと自分のキャラを濃く出してほしいですね。っていう観点で、どういうものが、あのテイストが好きなんですか？ガーリーとかも好きだけど、ストリートとかも好きで、たくさんのファッションを着こなせるようになりたいです。あとは、結構うるさいって言われることが多いので、明るいキャラでいたいなって思います。悪いキャラ。いや、そういうのを、ちょっと現場とか動画でも、一番多分明るいキャラっていうのは動画が伝わると思うんで、動画で見せたり、もうちょっと自分も積極的に喋るとかしてもらって、ちょっと専属モデルって肩書きはついてるけど、正直キューガルの読者モデルの子と認知度で言ったら変わらないので、そこを自分でもう突出できるように、もうちょっと自分で SNS 発信とか頑張ってください。SNS のブランディングだったり、今度ファンを増やすためにちょっと頑張ってください。はい、頑張ります。はい、もちちゃんとか小松ちゃんが卒業しちゃう代わりに、私はもっとポージングとかかっこいい服とかかわいい服とかを着こなして頑張っていきたいです。そうですね、小島さんもアンケートのあれはあるんですけど、いまいち SNS は全然伸びてないですよね。で、ちょっとスタッフとも話題に上がるんですけど、専属モデルになったのに、ちょっと写真とか自分でご自身で上げてる写真が垢抜けてない、自分の出している SNS からモデルさが伝わってないのと、スタイルとかもちょっと垢抜けてないっていうのが、まあ、正直なところいろいろ上がっているので、みんな専属モデルたちってどんどん1年間で結構垢抜けてで、おしゃれになったりとか SNS でそういう表現をしてって、みんなどんどん可愛くなってるね子が多いんですよ、この今トップにいる子たちって。もちも小5の頃から比べたら今すっごい可愛くなってるし、 SNS で自分でのファッションとか表現してみんな引きつけてるじゃない、そういうところだなって思うし、サッカーファンなのはすごい見てて微笑ましいし楽しいし、海外とかも行ってるじゃない、はい、そしたらそういうさ、自分の SNS が弱いんだから、例えば Q ちゃんに送ったことありますか、動画？ないです。これみんなに送ってって言ってるわけじゃなくて、みんな勝手に送ってくれるのよ。だから積極性がないとちょっと埋もれちゃってるので、あと垢抜けられるように、どういう風になったらもっと可愛くなるかなっていう、本当そのぐらい努力したら人って変わるんですよ。この1年間でちょっと努力も伝わらないし、ちょっと同世代のファンをちょっと感じないので、引きつけられるように必要だなって思いますね、努力は。はい。なんかしてますか、自分的に努力。外に出るときは必ずアームウォーマーをしたりとか、飲む日焼け止めとか、あと日焼け止め顔と全身やって日傘もさして白くなるリグスみたいなのをやって日焼け対策をしていました。あとメイクとかでも頑張れると思いますし、あと眉毛とか、まあ、ちょっといじりすぎでも良くないんですけど、ちょっとせっかくおでこ出しているのであれば、はい、眉毛整えたりとかしたり、あと写真の加工とかも頑張って見て、ちょっと垢抜けたなって思われるようなちょっと努力が必要だと思います。はい、はい、なんかモデルの撮影が楽しいっていうよりも、モデルに会えて楽しいみたいなのがちょっと出ちゃってて、撮影に来てもモデルと遊んじゃうか、イベントに来ても遊んでるみたいなのが結構ちょっと見られるので、モデルとしてこう撮影現場に来るときはお仕事として私たちは依頼しているので、ちゃんともうお仕事の時間だから、その撮影前にちゃんと準備を済ませておくとか、遊んでないでスタッフとかの流れを見て、あ、もう次で私の順番なんだなっていうのを意識する。この間のイベントとかでちょっとうるさくして言わちな怒られてるのは記憶にある。はい、
そういう行動が結構 目立って、モデルっていうよりもちょっとまだ読者に近いかなっていう感じがあるから、自分はこの間キューガルモデルになったんだから、そのモデルになったからには今までは憧れる立場にいたかもしれないけど、憧れられる立場になれるように見てた側じゃなくて見られる側として意識して、その SNS だったりこの全部の活動イベントだったり撮影に来てほしいなって思います。はい。あとはその中学生になるわけじゃないですか。リサチとか。おじちとネネはもう最後だし、ラスト1年だし、なんか引っ張っていきたいなって思ったりされますか？思います。はい。思います。中2っていう看板は背負えないと思って。あとは中2になるってことは、もうその次の年には卒業じゃないですか。で、このキューガルっていう結構狭いコミュニティの中で、一番とかにならないと、やっぱ卒業しても花開かない子とか、芸能活動をもし君たちがしていくんだったらね。だからもうこの中で一番になるぞっていうぐらいの心意気、積極性がないと、ちょっと本当に卒業しても難しいし、ちょっと卒業したら私たち応援はできるけど、なんか手助けしてあげられることとかがいまいちなくなってしまうから、今のうちにどうすればいいですかって積極的にメイクさんだったりスタイリストさんとか普通に編集のスタッフとかその分野に特化したプロがたちがいるんだから聞いたりとか自分で模索したり、今 SNS とか YouTube とか発達してるからさ、それで検索して調べて身につけてできるじゃん。で SNS の時代だから発信して今のうちから知名度をつけないと次お声掛けもされないみたいなのがあるから、この1年が結構勝負になると思うの。その辺を意識して中学2年生生活を送っていただければなと思います。はい、はい、ございます。リサチは今中学2年生組がいて圧倒されてるなっていうのがちょっとひしひしと伝わってくるので、もうちょっと周りにを見て同世代のモデルとかとは仲良くしてるなってイメージがあるけど、ちょっと後輩モデルも今後できていくので結構歴が長いので、お姉さんとして面倒を見ていただければなと思います。頑張ります。やっぱ 下の子は好きなんだね。はい。じゃあもう今からさ、今日もオーディションなんですけど、下の子増えるんで、中2組は中2組で頑張ってもらって、中1になるじゃない、リサチが。中1の自分から小6、小5の子を今後引っ張ってってほしいし、唯一エマムアのメンバーに選ばれてるし、なかなかちょっとあのポジションって慣れないので、編集部発信じゃなくて、ブランドさんからお呼ばれするのも、ブランドさんが呼びたい人って呼ばれないじゃない。何か質問ありますか、逆に。事務所の関係でいいねやコメントが返せないんですけど、でもファンの方との交流を深めたくてどうすればいいですか？質問コーナーもできないんですかね？インスタの質問コーナーできます。それはどうですか？やっぱり質問コーナーってすごい重要だと思うんですよね。なんかその子の意見が聞けるというか、で個別に返信できないなら事務所の許可をもらって質問ある人みたいな感じで何でも答えますとか。ありがとうございます。あとはメンションとかされたのをストーリーズで反応とかはできない？あ、それはできます。だからそういうのをちょっと続けていくとみんな見えるじゃん、コメントと違って。コメントは見に行かないと見れないけど、ストーリーズってパッパパッパ見てたらその返信してる姿とかを他のフォロワーも見れるじゃん。だから、あ、おじちってこうやって反応したらこうやって反応返してくれるんだって思わせられることができるから、それをメンションにはちゃんと反応してストーリーズに載っけたりとか、おじち好きみたいなインスタの投稿が見られたらそれをストーリーズにリポストする、でありがとうって反応する、みんなに見えるようにストーリーズで反応するといいと思う。ありがとうございます。やってみます。この1年頑張んなきゃ。本当にみんな可愛いからキューガルモデルに選ばれてんだから、あとはブランドさんにお声掛けされるのは結構 SNS のフォロワー数を今数字を大事にしている企業が多いので、ちょっとフォロワー数かな